クボーリーグ、大韓民国において、プロ野球といえば、韓国野球委員会、クボー参加で行われる、クボーリーグを指す。2013年から、NC 大ノスが、2015年からは、キロトンウィズが、韓国野球委員会に加入し、一軍は一リーグ制、19団で構成されている。韓国は、1905年に、キリスト教のアメリカ人宣教師の手により、 野球が伝わったとされる。同年に設立された YMCA 野球団は1912年11月、朝鮮スポーツ司祭初期の海外遠征として、日本で試合を行っている。成績は1勝5敗1分。1920年頃が野球ブームのピークとなった第二次世界大戦後も、各球学校における野球や社会人野球などは続き、 1981年12月11日、サムスン、ロッテ、MBC、OB、ヘテ、ンビの6球団により、プロ野球創立総会が開かれ、翌年の1982年に6球団で、プロリーグが開幕し人気を博した。人気が加熱する、あまりに暴動も起きたが、その後も、観客動員数は順調に伸びた。1986年には、ピングレ、 1991年には3番ウルガ加盟し8球団体制へと拡大した。1995年には LG とロッテの2球団が年間100万人動員を超えるなど観客動員数が540万人を記録、プロ野球の人気は絶頂に達した。しかし、1990年代中盤にメジャーリーグでボクさん、広し、日本プロ野球で 先導列など海外で活躍する選手たちが登場し始め、野球ファンの目がそちらに注がれるようになり、それに加えて1997年の経済危機の影響も受け、低迷に拍車がかかった。経営難に陥った球団も現れ、1999年、限りで3番ウルが解散、代わりに翌年、SK が創設されるし、2001年シーズン途中には9度の、 韓国シリーズ優勝を誇ったヘテが、キア自動車に売却された。2000年には5年前の半分にも満たない250万人。サッカーワールドカップが開催され6月は全く、観客入らず、悪天候も重なった2002年はそれを下回る239万人台まで、観客動員が落ちた。人気復活の対策として、FA 制度導入や、1999年に,に、リーグ制、 ドリームリーグとマジックリーグ導入など言ったが、観客動員数減少は続き、2001年には1、リーグに戻っている。また2007年は、親会社から資金提供を打ち切られた、現代の球団売却交渉が久保の不手際やた、球団の反発なども重なり1年間で3度も失敗し、最終的には、現代が解散する事態に発展した、代わりに、 翌年ローズが創設された。2005年頃から観客動員は復調を見せ、2006年は低迷したが2007年は動員数が11年ぶりに400万人、2008年は13年ぶりに500万人を突破した。2009年は前年の北京オリンピックでの金メダル、開幕前の WBC 準優勝など、韓国代表の好成績もあり、新記録となる。 約592万5万五千人の観客動員数を記録した。2010年も観客動員は好調で前年の観客動員数を若干上回り、約592万8万八千人、2年連続で新記録を達成した。2011年も観客動員は伸び、シーズン中の9月前半に年間観客動員数が593万人を突しさらには、 史上初となる約680万人と600万人台を記録した。2012年は史上初の700万人台となる約710万人の観客動員となり、4年連続で新記録を更新した。2011年、京章南、同章原子を本拠地とする NC ソフトによる新球団 NC ダイノスが設立され、2013年より、 1軍リーグ戦に参加することとなった。10番目のプロ野球球団を設立する動きも起こり、2012年6月の臨時理事会で当面の間設立を見送ることとなったが後に方針転換し、同年12月の理事会で19段制への拡張を決定した。2013年1月、軽機道水原市を本拠地とする。 韓国大手通信業者キロトンによる新球団の加盟を認めた。2013年5月、新球団名はキロトンウィズと発表され、2014年から2軍リーグに参加、2015年より1軍リーグにも参加している。なお、全羅北道を本拠地とする富坂 A グループも球団設立に名乗りを上げたが審査により落選した。2013年は、 NC ダイノスの加入により旧球団制となり、前年の532試合から576試合と公式戦の試合数は増加したが、年会観客動員数は約644万人で、前年比約10%の減少と2006年以来7年ぶりに前年下回った。2014年は約650万人と、前年より微増となった。2015年より、 これまでプロ野球と呼んでいたリーグ戦を複合リーグと呼称。この年よりキロトンウィズの加入により19段制となり、前年の576試合から720試合に公式戦の試合数が増加したた2012年を上回る新記録の約736万人の観客動員となった。2016年は約833万人、2017年は 史上最多の約840万人、2018年は約807万人と年間800万人台の観客動員を記録し続けている。創立年から在日韓国人及び外国に帰化した元韓国国籍の選手、韓国系日本人だけでなく、生まれながらアメリカの市民権を取得した韓国系アメリカ人も含むに限って、 文句を解放して、これらの選手が日本プロ野球においての外国人選手の役割を果たした。1983年の福祉継承、韓国名、張秋雄、1984年には、三浦俊夫、韓国名、金イルユンなどが活躍して、成功を収めた。これに刺激を受けて、その後もしばらくの間、日本プロ野球を経験した選手のスカウトが続いた。 しかし、韓国プロ野球のレベルが上がるにつれ、日本で一定レベル以上の技量を持っていない選手、韓国でも通用しなくなり、韓国プロ野球で十分働ける選手は、年俸の面で、日本でプレーした方が得という状態になって、日本プロ野球出身者に対する関心は、次第に落ちていった。韓国プロ野球では設立以来長年にわたり、 元韓国国籍以外の外国人選手を認めてこなかった。1998年より外国人枠が設定されたものの2003年以降1チームにつき2名に限るなど厳しい制限が、あ、2014年より外国人選手枠は拡大された。また上実のように韓国で通用しそうなレベルの選手は年俸の面で釣り合わない。例えば韓国で 年俸2億本だと高年俸者として認識されるが2008年頃からの円高が進んだ為替レートで日本円に換算すると2000万円前後で韓国で通用する技量の日本プロ野球出身者を取るには物足りない金額であるため2012年以降日本人選手と契約した球団はない日本人は選手としてではなく契約に 制限のないコーチとしてなら需要はあり、複数年にわたって活躍している指導者もいる。また在日韓国人は21世紀以降減少し、2012年シーズンから2018年シーズンに、かけ、韓国野球委員会に登録された全選手の、うち在日韓国人はいなかった、各球団2名ずつ、在日韓国人など大外同胞選手枠がある。 球団数が十九団に増加したこともあり、2014年より各球団最大三名まで外国人選手と契約できるようになった。なお三名全員が投手あるいは野手であってはならず、試合出場は二名までとなっている。また、NC は2014年まで、キロトンは2015年から2016年まで、外国人選手との契約が最大四名まで認められていた。 こちらも4名全員が投手ないしや合手であってはなら試合出場は3名まで。これは2012年から2013年まで韓国の球団と契約した外国人選手が全て投手だったという極端な事態になってしまったことも一因である。2013年まで外国人選手の年俸は上限30万ドルとなっていたが実際はその何倍もの報酬を得ていた選手が 複数いたとされ、境外化していたため、2014年より、上限は撤廃された。なお、2019年より、新外国人選手の、年俸上限が100万ドルとなり、韓国2年目以降の外国人選手には、複数年契約を認める。本節での外国人とは、日本国籍でも韓国籍でもない人物を指す。太字は現在、NPB のプロ野球チームに在籍している選手。 名前は日本球界での登録名、概ね、3月下旬か4月上旬に開幕し、10月初旬までレギュラーシーズン戦を行い、その後上位4チームによるポストシーズン、決勝トーナメントが10月中旬から争われ、レギュラーシーズン1位とプレイオフトーナメントを勝ち抜いたチームで争う決勝戦、韓国シリーズは10月下旬か11月初めに行われる。 ただし、野球韓国代表で、プロ選手が、国際大会に出場する場合、その期間中は、予備日の振り替えを含め、レギュラーシーズンを中断する場合がある。2015年より10チームによる16回総当たり、ホームアウェイ各8回のリーグ戦を行うことになった。延長戦は、時間無制限15回まで、決着がつかなかった場合は、引き分けとなる。 その他は9回までと制限されているダブルヘッダーの第1試合及びコールドゲームの場合も試合終了時点で決着がつかないと引き分けとなる。また全ての試合で予告先発制と指名打者制が採用されている。引き分けは消化試合数から差し引かれ、勝率は勝利数、勝利数、敗戦数で計算する。試合がうて中止の場合は順延されて、 9月以降に再編成。2009年は金曜日から日曜日までの3連戦のうち1試合でも雨天で実施できなかった場合は月曜日に試合が実施されることになっていた。しかしシーズン途中選手たちの体力的な負担が大きく怪我続出の可能性が高まるとして各球団関係者からの不満が相次ぎ規約を変更することになった。 月曜日とダブルヘッダーの試合は9月以降の再編成された試合が天気などで順延になって再々編成される場合に組み込まれる。ダブルヘッダーの第2試合が第1試合終了から20分後に開始で行われ、第1試合は延長戦が行われないことになっている。レギュラーシーズン終了後、上表の要領で上位5チームだけでステップラダートーナメント方式、 順位最上位のチームが決勝戦に進み、以下順位に応じて、最初の試合の組み合わせが決まるを取り入れた、ポストシーズンゲームを行い優勝チームを決める。2015年度から、プロ野球が10チームに拡張したことで、ポストシーズン進出が5位までに拡大され、最初に4位と5位とで、4位チームに1勝分のアドバンテージをあらかじめ与える状態で、ワイルドカード決定戦。 一回戦を2戦二勝制、第1戦で5位チームが勝利、かつ、第2戦引き分けで1勝1敗1分けになった場合、及び、第1戦で4位チームが勝利か引き分けであった場合、この場合は第1戦割合は4位の勝ち抜けとみなすで、行い、その勝者と3位が5戦3勝制の準プレイオフを、行い、二千七年までは三戦二勝制、二千五年シーズンだけ一時的に五戦三勝制、 その勝者が2チームとの5戦3勝制によるプレイオフに進出。1995年と2008年は当時の制度が適用され7戦4勝制で行われた。ここで勝ったチームと公式戦1位チームが7戦0 4勝制による韓国シリーズを戦って優勝を決める。なお韓国シリーズは初年度の1982年のみコリアンシリーズと称していた。 韓国シリーズの勝者を優勝とし、敗者が準優勝。3位以下の順位は、残りのチームを、準プレイオフ及びプレイオフの結果に関係なく、勝率順で並べて決める。例えば、公式戦4位のチームが、韓国シリーズに進出して敗退すると、そのチームは、準優勝になるが、準プレイオフで3位チームに勝って、プレイオフで2位のチームに敗退すると4位に戻される。 1> 第1、2戦ともに、上位チーム、この場合は4位の本拠地球上で行う。準プレイオフ及びプレイオフの開催は、第1、2、5戦を上位チームの本拠地球上、第3、4戦を下位チームの本拠地球上で行う。2シーズン制を採用した1982.83年は、第1.2戦は、それぞれのステージ優勝チーム、第1戦イコール前期優勝。 第2戦イコール後期優勝の本拠地で行い、第3から7戦は、セントラル開催として、ソウル特別し、東大門のド城、収容人員3万人。1982年の未産出野球場、収容人員3万500人1983年、以後で開催した。1984年から1988年までは、第1.2戦は、前期。 第3.4戦は後期のそれぞれのステージ優勝地位の本拠地で行い、セントラル開催は第5戦以後に見直された。第1、2戦を公式戦1位のチームの本拠、地球上で行い、第3、4戦はプレーオフの勝者の本拠地で行って、第5戦以降は中立地域として3室球場で第5、6、7戦を開催。しかし、 ソウルを本拠地とする LG と OB がプレイオフ勝者として韓国シリーズ出場する場合、3室9場で5連戦が行われることになるため、1993年からソウルを本拠地とするチームが韓国シリーズに出の場合、公式戦の順位に関係なく、第1、2戦をソウルで、第3、4戦を相手チームのホームで行い、 第5戦以降を3室9条に戻すように変更した。しかし、これで LG と OB は、韓国シリーズ出場で公式戦の順位に関係なく、実質的にホームで5試合を行うほか、シリーズの開幕権までもらう極端的に有利な立場に立つという地方球団の不満を受けて998年から現在の制度に変更した。両リーグ制から一リーグ制に復帰した二千一年には、 一旦、韓国シリーズの開催要項が1989年のものに戻されたが、プレイオフの勝者がソウルを本拠地とすると3だったので、上述の問題が浮き彫りになり、翌年から1998年の制度に変更された。韓国シリーズ開催球場は、第1、2戦をレギュラーシーズン1位のチームの本拠地球場で行い、第3、4戦は、 プレイオフの勝者の本拠地で行う。第5戦以降は出場チームの本拠地と本拠地球場の収容能力によって決められていた。ソウルを本拠地とするチームのうち、LG ツインズ、トサンベアーズが韓国シリーズに進出した場合、あるいは収容能力が3万人を超える本拠地を持っているチーム同士の韓国シリーズの場合は、第5はプレイオフ勝者の本拠地で行われ、 移動日を挟んで、第6、7戦は再び公式戦1位のチームの本拠地で開かれる2から3から2方式で、その他の場合は、第4戦の後、移動日を挟んで中立地域として、ソウルの3室球場で、第5、6、7戦を3限戦で行う2から2から3、方式で行われていた。この制度は、地方球団同士の対決の場合、レギュラーシーズン1位チームは、 シリーズの開幕権を得られるものの、本拠地球上での胴上げができず、またプレイオフ勝者の場合も4連勝での優勝で、内利胴上げができないため、地方球団の地元ファンの不満が問題点として、かねてから提起されていた。しかし、ソウルは各地方の出身者が集まる土地柄であることや、産出や球場は各チームの本拠地球場よりも、観客動員で勝るため、 地方球団同士の韓国シリーズでも、三出球場で行うという制度を続けてきた。2016年シーズンにより、テグサムスンライオンズパーク、公爵堂、スカイドーム、ネクセンが2017年まで本拠地として契約が、新たに、プロ野球の本拠地に加わり、また2015年から一軍に参入した、キロトンウィズの本拠地、スイバラキロトンウィズパークも改修により2万5000人収容まで、 増加するなど、2010年代の相次ぐ野球場の新設と改修で、プロ野球本拠地球場の収容人数が全体として増加したため、韓国シリーズに出場する2チームの本拠地だけで開催されることになり、3室野球場での中立地開催は廃止された。2018年のレギュラーシーズンは3月24日に開幕。平日は18時30分、土曜日は17時。 日曜日は試合によっては17時開始。日曜日と高級日は4月から5月、9月から10月まで14時開始。夏場は日社の関係上、土日は全試合18時、金曜、土曜、日曜日など、週末の試合が雨天などにより実施できなかった場合は、次の月曜日に順延されないことになっていたが、雨天中止の試合が相次ぎ、8月中旬から土曜、 日曜に、雨天で実施できなかった試合が、月曜日に順延される年もあった。なお、週末、祝日の試合は、テレビ中継の都合などにより変更されることもある。秋に開催される、ポストシーズンゲームは、ワイルドカード決定戦、4位のチームに一勝のアドバンテージがつく、巡礼オフプレイオフ、韓国シリーズの順番に行われ、それぞれの試合開始時刻は、 平日が18時30分、土日、高級日が14時となっている。韓国プロ野球での順位は、韓国シリーズの勝者を優勝、敗者を準優勝とし、3位以下は、残り1チームを、準プレイオフ及びプレイオフの結果に関係なく、レギュラーシーズンの勝率順に並べて決めるめ、勝率の低いチームが、上位にランクされることもある。 2018年シーズン終了時現在、所属は、最終所属は、現役最後のチーム、所属は記録した、シーズン当時のチーム、所属は、現役最終のチーム、所属は記録した、シーズン当時のチーム。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。